はい、ティーズプレイランドのティーです。明日はヒロアカの一番くじ仲間の発売があります。今回のラインナップ見てるとやっぱり A 賞の黒デクですよね。みんな狙ってるんじゃないでしょうか。で、アソートが A 賞が2なんですけど、 A 賞と B 賞がアソートが2で、あとがアソート1ずつ、 F 賞のビッグタオルまでが一応上位賞という扱いになると思うんですけど、まあ、なんとか5枚でフィギュア、特に A 賞の黒デクを狙っていきたいと思います。5枚。A 賞引いてください。3、4、5。はい、でお願いします。 A 賞来い。 O 賞10アンブラ。お、H 賞来い。お、B 賞、お、白号来た。A 賞来い。ビジュアルタオル。お、すげえ、A 賞来た。はい、帰ってきました。やっぱりね、ヒロアカは次男連れていかないとダメですね。もうやっぱ自分はもう雑魚引きだったんですけど、次男が最後フィギュア2つ最後 A 賞引いてくれましたね。こうやっぱ今回はデックがもうみんな狙ってたと思うんですけど、あとはお茶子とか飯田くんは相当1だったんで、まあでもそれはもう引かれててなかったんですけど、 A 賞一番最後になんとか引いてくれました。でね、あとはタンブラーとアクリルスタンドなんですけど、アクリルスタンドにつーちゃんがいるんで、これは次男の推しのつーちゃんをアクリルスタンドこの3枚でなんとか引いていこうかなと思います。ここはちょっと親父の意地を見せて、でまあその前にタンブラーをちょっと開けていきたいと思うんですけど、まずは1個目、じゃん、これなんだ、あ、ダビですね。で2個目、はい、トドロキ、トドロキですね。じゃあ3個目、はい、お、爆王。はい、じゃあタンブラーはトドロキ、ダビ、爆王の3つでした。よし、じゃあアクリルスタンド、これツーちゃん引かないと怒られちゃうんで、ツーちゃん引きたいと思います。まずは1個目、つーちゃん、来い。あー、とどろきでした。とどろき。はい、
じゃあ2個目。2個目は何でしょうか。ちょっとつーちゃん来てくれないと困る。せーの。じゃん。おー、ホークス。まあ悪くないですよね。人気ですもんね。ホークス。悪くないけど、悪くないけど、つーちゃん最後に。最後に、つーちゃん、来い。来い。ああ、エンデバー。ああ、そうですか。なるほど。はい。じゃあ、こんな感じなんですけど、じゃあ今回は、どうしようかな。はい。じゃあ今回のプレゼント企画はもうこの解消のどれでもいいんで、どれか一つを、あ、これね、解消をまずは、タオルは、この黒デクと、あとヴィランの、しがらきダビー、ドガちゃん、とか、のやつ。なんですけど、このタオルか、タンブラーか、アクリルスタンドか、まあ、好きなの一つを、じゃあ今回2名様に、プレゼントするんで、どれが欲しいか。そうですね。詳しいプレゼント応募方法については、ツイッターの方で確認してみてください。今回 A 賞と B 賞、次男くんが神引きしてくれたんで、なんとか、フィギュア手に入れることができました。それでは。